はいどうもコミです。さて本日はこちらの関西クラクラクラブからですねお届けしていきたいというふうに思うんですけども、いや今回ですねちょっとぜひねお話ししたいのがあって、いややばいっす、スーパーネクロマンサー、これがね結構やばい。今まで、まあ、それなりに強かったのは分かったんですけども、時間切れがですねやっぱりまあ天敵だと思ってたんですよね。でこの時間切れをどうしてもなんとかするために、あの手この手をまあこれまで駆使していたというところに、まあ20枠の、まあ、何度も言いますと、この20枠のコスト、ユニットコストが上乗せされたじゃないですか、タウンホール13。それでもうちょっとね、これマジで止まらないかなっていう気がね、してきています。で、まあ、ちょっとそれをですね、今日お話ししていきたいというふうに思うんですけども、ですね、まず1本目はですね、このマスさんのやつから言ってみましょうかね。今日合計3本見てもらいたいと思っております。2本がスパネクで、で1本が普通のネクロマンサー。まあ、比較対象として見てほしいんですけども、この戦術の何がいいかって、まあ、イエティと同じような感じで呪文が積めるっていうことなんですね。通常のネクロマンサーを入れるとどうしてもライトニングとクエイクを積みたくなっちゃうじゃないですか。っていうのは、透析機を1本、ライトニングとクエイクで破壊しておきたいからなんですけども、このスパネックに限っては今回の話見てほしいんですけど、これ全部シングルインフェルノなんですよね。シングルインフェルノで、で、もうこの村に対してもう呪文でもうご利用していくっていうパターンを取ります。でまあ、スーパーネクロマンサーってやっぱり出せる数が少ないんで、これが全部バラバラになっちゃうと良くないので、マサさんかなりこれ丁寧にカットしてますよね。もうレイジも使って奥深くまで、ここまでこうしっかりカットを入れていくということをしているので、出てきたスーパーネクロマンサーがこっちにこう誘導される。まあ、そういうルートも作っていますね。まあ、この辺っていうのもこの10日弊社から出てきたウィザードなんかにこう壊してもらうようなイメージをしてますね。で、予定通りスーパーネクロマンサー、壁の中に入っていきます。このやっぱね壁の一層内側、ここのところですよね、カットしていたっていうのがかなり大きいというポイントですね。なので、ユニットが逸れないで、フリーズの呪文の付け方もすごく丁寧で、今これアイスゴーレムが弾けたんですけども、ビッグボーイがターゲットを取っている、まあ、シングルインフェルノに限られているうちはフリーズ使わないんですね。で、透析機とかイーグルとか、まあ、さすがにそうは言っても、まあ、シングルインフェルノほどじゃないにせよ、スーパーネクロマンサーがダメージ受けちゃう範囲圏の攻撃っていうのは固めたりとか、いうことをしてます。で、スーパーネクロマンサーとアーチャークイーンがレイジ乗っかってるんで、もうこれタウンホールはもう完全にレイジプラス火力で押し切っていく感じですね。で、最後のシングルインフェルノ、これに関しては、しっかりターゲットを見極めて、ビッグボーイが受けてる間はフリーズは使わない。で、その間にアーチャークイーンがここにアプローチできたので、もうフリーズなしで突破していくっていう、この、感じですね。まあ、多分これ結構ね、多分最初使い慣れるまでに時間がかかるというか、急にこの呪文をそのアドリブで適宜打っていくっていうのは、まあ、結構むずいっちゃむずいと思うんですよね。だからマサさんこれ使い慣れていて、まあ、すごく見てて安定感があると思うんですけども、最初はそうはいかないかもしれないです。がですよ、これ、このレベルまでこう使いこなせていけると、見ての通り、スーパーネクロマンサー4体出してましたよね。これ全部4体残ってんじゃねえかな。残ってますよね。4体全部。こうなっちゃうわけですね。で、時間に関しても、確かこれ2分、3、40秒ぐらいで撮ってるんじゃなかったかな、確か。ちょっと見てみましょうか。何秒だったかな ?2 分、そう、2分35秒ぐらいなんですね。で、最初のグランドオーデンのオデヒーパートにもレイジを使ってるっていうのは、まあ当然これは時間を巻くためですよね。レイジ3枚持っていけるっていうのが、まあこの、戦術、ライトニングクイークを積まない分、呪文枠がレイジに避ける、まあ、強みで、別にこう火力はそんなに高くないんですけども、やっぱ時間を短縮するっていう意味だったり、あとは、なるべくですね、もうこっちの、グランドボーデンの方は一旦無視して上の方のカットにこの後入っていくので、そのカット中におでんが万が一もやられないように、念のためのまあ0時だったのかもしれないですね。念には念をというところですね。いやー、でもこれはすごいね。ここまでやっぱりちゃんとこのボムタワーまで追っていったからっていうのがやっぱりうまいっていうのと、実は今このスーパーネクロマンサーに集中してみちゃいましたけど、上の方もね結構これ巧みで、スーパーネクが今出てきちゃったじゃないですか。でジャンプの呪文で奥に入るっていうことがもう分かっているので、プラン通り言ってるんでね、ちゃんとストライカー2体出すんですよ、こういう風に。でそのストライカーがちゃんとこのペッカとキングに追いついて、相手のキングロイヤルチャンピオン、さらにはこの奥にいるアーチャークイーンまでワンチャン届いていくとね、この2体のストライカーの仕事ぶりがえぐいですよね。おかげでこのペッカがアーチャークイーンにとどめの一撃を刺すことができるということなんですね。いやこれすげえなと思うんだけど、
まあ、綺麗のだから、おでひが1番だとすると、スーパーネクロマンサー部隊が2番、で上側の10日兵舎キング部隊が3番、何かロイヤルチャンピオンを足しているので、まあ、そういった意味でも、この上側にだいぶ手数を割いていますね。真ん中はもう呪文をガンガン打っていくっていうような感じで突破していくような感じになりますかね。まあ、このだから最初のおでひからスーパーネクロマンサーが入ったら、あとは予定通りジャンプの呪文をかけていきながら、レイジの呪文だったりフリーズの呪文を適宜使っていくという感じですね。まあ、中心部にやっぱ呪文いっぱい打つんで、ロイヤルチャンピオンはホグライダーが出てきた段階でもう出そうぐらいに多分考えてたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱメインは中央のここのね、タウンホールだったり、まあ、クランジョー投石機があるあたりっていうのをしっかりケアしていくという感じですね。で、まあ、この戦術が止められちゃう場合っていうのは、じゃあどういうケースがあるんですかというお話なんですけども、まあ、一つはグランドウォーデンのおでひでカットがしにくい場合ですね。そのシングルインフェルノが外側にあったりなんかして、だいぶやりにくいなんていう配置の場合には、ま、少し、厳しい。また、あと、陸のクロスボウですね。これ今回、主任さんのアタック、思いっきりクロスボウに打たれちゃうんですけども、まあ、その後すぐにスーパーネクロマンサー部隊を展開するので、まあ、そんな致命傷にはなりませんが、これがもしもこのアチャトと反対にあったりなんかして、グランドウォーデンがずっと、クロスオーブにこう打たれ続けちゃうと、さすがに耐えていけなくなっちゃうんで、まあ、レイジを打たされちゃうとか、そういうまあ弊害が出てきますね。なのでディクトクロスボウと、シングルインフィノタワー、あと、まあ、防炎軍もそうですかね。この3つとかで当たってしまって、おでひができませんよっていう場合を除けば、だいたいこの攻めて使えるんじゃないかなっていう、感じですよね。で、今回に関してはタウンホールがもう最後にこうあるんですけども、このスーパーネクロマンサーの強みって何かって考えたときに、イエティってその一瞬の突破力はあるじゃないですか。ミニエティをババババッと出してでバババッと壊していく、あの一瞬の突破力はやばいんですけど、でも耐久性ないんですよね。このスーパーネクロマンサーってやっぱりまずビッグボーイが出してそいつが先行するので、まあ、本体のスパネクが比較的ダメージを受けにくいということに加えて、遠距離攻撃なので壁の一個向こう側まで壊していける。で、体力が非常に高いので、レイジヒーラーの形になると、まあ、序盤ダメージを多少受けたとしても、やられる前に防衛を壊しちゃいさえすれば、あとヒールレイジで、レイジヒーラーで回復ができちゃうんですね。だから今体力満タンになっちゃってるじゃないですか。あの火力を突破したにもかかわらず。で、こいつらがやられちゃうときどういうときかっていうと、多分こういうときですね、この壁を越えられずに、捕まるんですけど、捕まってるときにこれマルチだから助かってるんですね。これもしもシングルだと、この壁を越えるまでの間に、スパネクが何体も多分2、3体ゴリゴリ落とされちゃうと思います。で、実際ね、これ、つい先日の JWC で一回、それで惜しくもね、98% ぐらいで全開逃したっていうケースがあったんですけども、うちのカンクルのメンバーでですね。まあ、そんな風に、最終シングルインフェルノだったり、まあ、途中でシングルインフェルノに、長時間捕まるようなルートを歩かせなきゃいけないっていう、もうそういうプランしか見えないっていう場合には、無理にこのスパネクは使わない方がいい時かもしれないですね、その時っていうのは。まあ、そこさえ気をつけていけば、もうあとは、これ、やっぱり最後までスパネクが4体残るんですよね。5体出したスパネクのうち4体が残るって、まあ、だからもう時間切れにしてもユニット枠がま詰めることによってカットが効くし、で、スパネクそのものがやっぱ強いことはもう前から分かっていたので、まあ、こいつらはタウンホールが奥側にあろうが手前側にあろうが関係なく突破していっちゃうと、まあ、いうことですね。そこを多分ちょっと、よく理解した上で、なんていうんですか、シングルインフェルノにたげられるようなポイントだけちゃんと見極めながら使っていくというのがコースになるのかなと思います。で、ちょっとね、今回このアタックもう一回見てほしいんですね。で、今説明しなかったんですけども、実は、この主任さんめちゃくちゃ重要な、仕事を一個、影でやっていたんですよ。スーパーネクロマンサーが派手なんで、そっちに目を奪われちゃいがちなんですけども、ちょっとね、今回見てほしいのは、ここ、見てた人はもうもしかしたら、今更か予感がちょっとあるかもしれないんですけどね、ここのイーグル砲とか、グランドウォーデン像とか、この辺のルート、ここをどうやって突破していったのっていうのをちょっとね、ぜひ見ておいてほしいんですね、ここ。
結構長いルートだったじゃないですか。でも突破していっているのはなんででしょうっていう話ですね。これめちゃくちゃ重要です。本当に重要なので、この、スパネコを使うときに、やっぱさっき言ったように時間切れがめちゃくちゃ怖いじゃないですか。でその時間切れっていうのを防止するために、じゃあ今スーパーネクロマンサーたちはここを壊しますと、こういう風に壊していますね。じゃあここはどうすんのっていう話なんですね。これを並行してやっていくからこそ、時間切れのリスクっていうのを、まあ必要、最小限に下げていくことができるということですね。で、東海弊社が出てきました。で、この東海弊社は当然、これだけで、全部この、左半分を壊せるわけではないですよね。なので、これから出てくるもう一個のユニット、あと一個出してない重要なユニットがいるじゃないですか。ロイヤルチャンピオンですね。これをスーパーネクロマンサーとは違って別動態で出すっていうのが、この攻めをする上でめちゃくちゃ重要です。で、これ、見ての通りですね、グランドボーデンとぶち当たってしまって、ちょっとダメージを受けてしまうんですが、この後、ホーミングシールドを展開して、イーグル4までアプローチをしていきます。こんな感じですね。で、ここまで壊した段階で、このポイズンの呪文を、これ、ババキンに当てる。でね、多分ですけど、これはね、おそらくポイズン使い忘れたんだと思います。多分、絶対にそうだと思う。援軍処理に使わなかったポイズンをうまいことここに使ったんだと思うんですけども、でもそうすることによって、いずれにしてもロイヤルチャンピオンがババキンと対峙してくれたことによって、ホグライダーが進んでるんですよ。これ、こっちの方が重要、多分。ポイズンで仮にロイちゃんがやられたとしても、スーパーネクロマンサーがぐるっと回って、ババキンをやっつけてくれるっていうのはもう明白じゃないですか。なんですと多分時間足んなくなっちゃう。だけどもですよ、これスーパーネクロマンサーが、上半分焦がしてるうちに、この下半分のこっち側を、ホグライダーがこういってる。で、そこにロイヤルチャンピオンを入れてあげることによって、このホグライダーの進行をより加速させて、最後まで突き抜けさせるということですね。ここが多分ね、めちゃくちゃ重要で、このスパネクを使う攻めで時間切れを防ぐためには、僕結構手持ちの、ホグライダーなんかも持っていったりもしますね。東海弊社を、別の方向に使わなきゃいけない場合なんていうのは、ロイヤルチャンピオンに手持ちのホグを5体ぐらい混ぜて、その増えた20枠分をホグライダーに当てるみたいな感じですね。することによって、1区画から、1.5 区画分ぐらいをゴリッとこう削るみたいな、そんな感じですね。このやっぱね、スパネク、さっき言ったシングルインフェルノに捕まらないっていうポイントと、あ、ゆやさん、東海弊社ありがとうございます。捕まらないっていうポイントと、あと別動態でロイヤルチャンピオンを使う。この二つをきちんとコントロールできさえすれば、多分、もうこれは、なんていうんですか、もう、時間が運悪く切れるかどうかぐらいの多分勝負になりますね。そういうぐらいのもう、安定感のある戦術だと思います。で、今回見てもらいたいもの三つ目っていうのは自分のアタックで、これシングル3つあったので、スパネクはまあ解放もされてないし、ここに穴があったからなんかしたいとも思ったんですけど、援軍も微妙だし釣れるかどうか、ネクロマンサーでいいやと思ってネクロで行きました。いいやって言ったらね、そのネクロマンサー様に失礼なんですけどね。こんなに強いのに。その場合にはやっぱりこの奥側の投石機、こいつをライトニングで折っています。で、そうすることによって、序盤の投石機っていうのは数の力だったり、このアイスゴーレムを出すことによってそこで止めちゃおうと思っていました。で、そうすれば最悪トームを使わされたら運がなかったと思うしかないけども、普通にトーム使わずにアイスゴーレムのターゲットプラスフリーズ一発打つぐらいで突破できるかなと踏んだってことですね。このやっぱりグランドゴーデンでこの大砲が見えるっていう三段があったのがこっからスタートした背景です。これが壊せないとスーパーネクロマン、そのネクロマンサーか、ぐいっとこっちにこう逸れちゃうんで、必ずここまで壊す。もうこの、入りたいルートに対して、ネクロマンサーが間違ってもこうターゲット取らないように、取りそうなところはもう奥まで壊すってことですね。奥まで壊す場合に、ここにライトニングを打ってからオデヒーで壊すっていうパターンもあれば、今みたいにオデヒーはある程度長時間使ってオデヒーだけでこう壊していくっていうパターンもあります。そこは村の様子見ながらですね、判断してほしいと思うんですけども、バーバリアンキングでこちらの、7時8時方面カットが終わってますので、ネクロマンサーはグイッとこう上に進むと、いうことですね。ババキンがシングルに捕まったのはちょっと不運だったですね。これはちょっと予想外だったんですけども、シングルインフェルノのタゲをスケルトンが取り始めた段階で投下弊社を投入です。もうここに関しては、タウンホール、もう、こんだけネクロマンサーがスケルトン出してたら、もう別に、トームもいらないし、おまけにこの壁の中にあるんでね、そこにネクロマンサーが入っていくことはないですから、
まあやられても一二体だろうと、爆破ダメージももう関係ねえなという感じで思ってました。で、これホグライダーとロイちゃんを合わせるって言いましたけども、あまりにもやっぱ僕ね序盤大砲まで見てたがためにだいぶ時間使いすぎちゃったんですね。使いすぎちゃったんでちょっと、投下弊社から、ホグライダーをもう手動で解放しました。解放してロイヤルチャンピオンと合わせることによってロイちゃんを最後まで活かせるようなホグプラスロイちゃんの形を作るということですね。今回手持ちのホグライダーがなくても投下弊社をここに使おうと思ってたんで、まあそれでなんとかなるだろうなと。時間がね、これ時間がやっぱ相当ギリギリだったんですよ。確か2分50秒ぐらいでいったんじゃないかな、まあ、なのでこのロイヤルチャンピオンプラスホグライダーの、このベース胴体のこの部分の仕事、まあ、あとこの部分もか、まあ、この辺の、ロイちゃんとホグの削りがなかったらもう全然、このプランは多分、時間切れで終わってたんだろうな、きっとこっちが残っちゃって終わったんだろうなっていう感じですね。プランニングをするときにやっぱりすごく大事になってくるポイントなんですけど、ちょっと話がそれちゃうけど、今ふと思ったので思いつきで喋っちゃって本当申し訳ないですけどね、これ何分だったんですかね、2分58秒2秒残しでしたね。超危なかった。プランニングを考えるときに、まあそのレジェンドだとちょっとなかなか難しい、やっぱり一瞬の集中力が求められちゃうんで、僕なんか電車とか乗ってても全然ダメなんですけど、ネクロマンサーを使ってジャンプ打つじゃないですか。でクエイク打ちますよね。そうすると、まあ、大体ここまでは見れるんですね。ここまではここは、まあ、ネクロマンサーで見えるっていうのが分かるじゃないですか。でもそうしちゃうとここが残りますよね。ここでここを前回はなかなか取れない、今の環境多分取れない方、まあ、悩んでる方っていうのはここの部分っていうのをよいしょ、ここぐるっと出したネクロマンサーがこういう風に行ってくれたらいいなみたいな、わかりますかね、ネクロのルートがこういう風にこの壁からこういう風に行ってくれたらいいなみたいなルートを描いちゃうと思うんですね。でだったりまたはもうどさくさに紛れてネクロが多少こっちにうまいことそれてくれて、で、壊してくれないかなワンチャンみたいな風な考え方を、もしもしてる方がいたらそこを直すだけでも結構変わります。プランニングするときって村全体の、どこを何で壊すかっていうのをざくっと決めておくとすごくいいですね。今回別に成功者から言ってるんではなくて、これはどの攻めをするにしても同じです。イエティとか、まあ、ディガホグにしても何でもそうなんですけど、ここを壊すんだったら残っちゃうここは何で壊しましょうか、そのために投下弊社とロイヤルチャンピオンをここに当てますということですね。そういうような感じで村全体を何で壊すかっていうざっくりしたプランが立てられる。で、立てられた上で、主力の今回ネクロマンサーですね、こいつら、これをこっから僕は入れたかったんですけども、まあ、入れる突入箇所を決められて、さらにその突入箇所にちゃんとユニットを揃わさずに入れられるサイドカットが組めるかどうか、この3ステップが、ね、できてくると結構ですねプランニングが安定すると思うので、まあ時間かけてプラン考えられるクラン対戦なんかではですね、ぜひやってみてもらえたらななんていうふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにさせていただきたいと思います。もしも今回の動画ためになったよということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、これからもタウンホール13だけではなくて12、11の動画もゴシゴシと上げていきますので、これからもですねぜひぜひご視聴いただけたら嬉しいです。また関西クラクラクラブですね。今 GWC も戦っていたりもしますし、対戦をみんなでまあ楽しもうということで強く楽しくというポリシーでね、頑張っておりますので、もしね、ご興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、お気軽にタウンホール13からになっちゃうんですけども、門を叩いてきていただけたらなというふうに思いますので、お待ちしております。ということで本日この辺で動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。